さあ皆さんおはようございます。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今日も元気に改造車をお届けしたいと思います。今日は茂木サーキットに来ております。今日ここで何をするかということなんですけれども、東京店の一緒に動画撮ってくれてる池田くんのつながりで、栃木のスクーデリアオールドタイマーさんっていうショップがあるんですけど、そこ主催の壮行会のイベントに今日来ております。で当然池田くんも走るみたいなんで、今日一日その様子をお届けしたいと思います。さあ池田くんおはようございます。というわけで今回は壮行会イベントの様子をお届けするんですけれども、はい、せっかく池田くんが今回走るということで、池田くんの愛車紹介もお届けしたいと思います。スタッフの愛車紹介ってあんまりお届けしてないですからね。はい、そうですね、はい、興味のある方もいらっしゃると思いますのでお届けしたいと思います、はい、でその前に池田くんの経歴を軽くお話しさせていただくと、はい、あの格好から見て分かる通りガチ勢です、はい、カートをずっとやってたんだっけ。カートとかフォーチュナーとかあの乗ってたので、はい、今日この時のつながりのドライバーの、方がそのスクーデリアオールドタイマーさんに、勤務されているのでご参加させていただきます。ということで素人じゃないですでそんな池田くんが今日乗るのは愛車のこちらです。92の M3、 これ本当に本当池田くんの愛車なんですよね。そうです。ただまあ正直言うと乗り換えて間もないです、はい、去年乗り換えたばっかり。そうです、昨年乗り換えてます。でその去年乗り換える前の車が 33GTR ということで、はい、もう走るの大好き池田くんの車がこちらでございますマグロと一緒に走ってないで止まると死んじゃうタイプ、はい、ということで結構いろいろやってありますねこれ、まあ、紹介していくと M の M パフォーマンスパーツがほとんどで、車外でいうと車庫帳がカーベイの、まあ、皆さんよくご存知バージョン3が入ってるのと、あとブレンボの GT キットと RDD のローターが入ってるぐらいです。なるほど、これ色いいね、かっこいいね。今日は3シリーズで設定あるルマンブルーっていう色ですね、まあ、92の M3 だとそんなに多いカラーではないとは思います。こんな感じでバッチリ、もうボンドの従業員ですからこんな感じで車庫帳になってて、ブレーキでかっ。これじゃあ19以下はもう履けないんだ。いや18履けると思う。あ、履けるんだこれ、はい、なんか本当は実はサーキット走るのであれば18インチのタイヤ履きたいんですけど、ちょっとまあそこまで準備できてないので19のまあオプションの、GTS ホイールに。あ、これ GTS のホイールなんだ。 GTS のデザイン、まあ、オフセットがちょっと違うらしいんですけど、まあ、GTS デザインの純正オプションのホイール。なるほど、はい、そして内装はフルバケと4点が入ってるのかな。4点ですね、はい、はい、あとはノーマル、あと M パフォーマンス あのバージョン2のステアリングが。なるほど、あ、ステアリング本当だ、変わってる。LED。そしてリア周りは車外のウィングと M パフォーマンスのトランクスポイラーに GT4 のウィングで、羽が2種類あって、 GTS ウィングはもうちょっと幅狭。あ、そうなんだ。でギリギリいっぱいまで広げられたのが、GT4 ウィングですね。がこれが池田くんの愛車でございます。はい、今日はじゃあ本当に無理しない程度に、はい、あの軽く、あのハプニングがあってもちゃんと編集して動画でお届けしますので、はい、お願いします。これで走るそうです、はい、さあ続いて今回は池田くんだけじゃないんですよ走るのは。なんとうちのカメラマンも走ります。で過去に動画でもご紹介させていただいてるんで知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、あの経歴があの普通じゃないんです。なんとあのカート経験者、しかもガチの方で、そんな彼が乗るのがこの991.1でございます。マクロクロ彼らなんですけど、実は底根の時にめちゃくちゃタイミングよく買って爆上がりするっていうミラクルを起こしております。そして今回走るこの車の仕様なんですけども、前回ご紹介させていただいた時よりさらにパワーアップして、なんとテックアウトの外装が組み込まれております。リップとサイドもだっけ。あ、本当だ、サイドもだ。こことボルシュタイナー、そしてお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、各部がもう全部真っ黒、樹脂パーツがほぼないんじゃないかな。ないよね、はい、ミラーのベースとかもこの中とかも全部塗ってる。もうどっちかというとカスタム紹介でご紹介させていただく車で、今回モテギを爆走するそうです。あれ車庫端にもダウンスプリングでなってて、はい、そして今回あのブレーキパッドはさすがに新品にするというこんな感じの仕様で走ります。そしてこの車すごいのは内装がすごいんですよ。ちょ、勝手に開けちゃいます。ご覧ください、なんとテックアートで全部内装が張り替えられております。ドアの内張りもそうだし、シートもそうだし、そしてなんとダッシュボード、ステアリングも全部張り替えられてるという。でしかも驚くのは普通の生地じゃないんですよね。よく見ると分かるんですけど、こう見たことないファブリックじゃないですか。こんなの実は全然ないんですよ。それがなんと高級家具ブランドのロルフベンツの生地で張り替えられてるという。
これサーキット走る車じゃないね。今回フロアマットとホイールは。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。というわけで、フロアマットはいつもはその一緒に張り替えたマットになってるんですけど、さすがにポルシェ純正のマットにしてあります。これで今回爆走いたします。壊さないでね、本当に。はい、本当にハプニングがあってもそのままお届けしますんで、皆さんお楽しみにということで、こんな感じで2台愛車紹介をさせていただきました。今回の走行会はとんでも感も来ております。すごいっすねこれ。なんと今回これも走るそうです。さっき暖気してましたけど、すっごい音してました。もううちわの走行会っていう感じで、もう皆さん仲良しグループで参加されてる感じですけど、来てる車がすごい。ホンダ勢もそうなんですけど、奥これ見たことない車がすいません、私の知識ではこれ何が何だか分かんないです。かろうじてあれがアルファロメオっていうことぐらいしか分からないです。このジャガーで走んの？マジかよ。そして今回主催のスクーデリアオールドタイマーさんの在庫車両も爆走するそうです。在庫車両で爆走するのはうちだけじゃなかったんですね。はい、アセットコルサとかグランツーリスモでしかあんまり見ない感じですけど、これフェンダーすごいね。ブリッドのフルバケ2脚入っております。これなんとレーシングドライバーの手塚さんが乗るそうです、在庫車両。そうなの？ここにエンジン乗っかってんの？あ、そういうことか。すいません、ビジュアル的なものしか知りませんでした、私。じゃああれじゃん、なんだっけ、本当にゴルフのさ、リアエンジンにしたやつとか、あれ級のってことだと思う。マジかよ。じゃあ池田君にちょっと排気音紹介お願いします。これが本国オプションのマフラー、英語改造車。はい、サーキットです。サーキットだけの仕様です。むちゃくちゃいい音してるね。インコネルなんだこれ。そう、なんかね、缶がこう響いてる直感の音がする。あとマフラー自体が温まってくると、もうちょっとこのビリビリ音がなくなる。あ、そうなんだ。じゃあこれのフルスロットルサウンドが今日消えるということで、はい、それもお届けした。あ、ガチ勢が。そうだよね、これちょっとね、だから傷んではあるよね、 M3 の中で。だから割とそのフロントヘビーだとか結構言われることがあるけど、最近結構評価されて海外でも値段が上がってきてる。あんま変わってないから。なんか M3 っていうとなんか直六のイメージですけど、そうですね、なんと92は V8 ですから。ハンスってあれだよね、首とそのメットつないでこうムチ打ちにならないやつ。4点式がないと使えない。あ、4点とセットか。4点とか6点のベルトじゃないと使えない。はい、でうちのカメラマンは当然この内蔵ですから、そんな現代のテクノロジーは使われておりません。そもそもでもなんかさっき聞いたら、フルバケじゃないとこのヘッドクリアランスが取れないから結構大変ということで、これから池田くんの車に乗ってみたいと思います。2人ともガチ勢の格好だけど、僕これバイク用のヘルメットなんで。行ってきます。過去一ふざけた愛車紹介だと思うんだけど。マジっすか？うん、紹介した後そのまま走ってきますみたいな。はい、ちなみにカメラマンも一緒に走るんで、あれでついていきます。死なない程度にお願いします。わかりました。レッツゴー。うわ、モテギってこんな高低差あんの？ありますね。すげえ。うわ、危ない。早い。ちょっとまだタイヤが。オッケー。早い。早い。やばい。マジか。早い。後ろから素直に煽られてます。マジか、あっちのか、危ない危ない。スバル早い、パッシングされてるよ。はい、早い、かっか、危ない。早い、危ない。
か。速い。86めっちゃ速いね。降りたろって。あ、そうなんだ。はい、タイヤがまだ温まってない。前走ってるのはプロドライバーの方です。すごい。速い。吸ってる、すげえ。ああ、16速いね。こんな可愛いのが前を走ってたり、ブレンボめっちゃ止まるね。止まりますね。すごいねこれ。だいぶタイヤが温まってきて、だいぶこう動きが良くなってます。やべえ、やばここ壁みたいになってる。すげえ、86マジすごいね。ケツ振りながら走ってるよ。なんでドリフトもできるんで。あ、そうなんだ。全日本ラリーとか出てたんですよ。へえ。なんで結構車動かすの上手いですね。隣に乗るね。でも撮ってる時よりも抑えめでいきますけどね。いや。ちなみにカメラマンはついてこない、もう飽きてる一応。みんな入りますね。スパッチボックス。もうね、腹筋が痛い。カメラマン行くよね。ああ。車でも遊ぶとやっぱこういう動きができる車。そうだね。もうね、普段のもちろんその行動と全然違う。車の動きが。急に M3 ももう言っちゃえば2世代も前ですけど、うん、意外とやっぱこう遊べば楽しいっていう。全然通用するねこれは。どうでした？いや楽しい。もう一人ドライバーいるんで、ぜひそっちも乗ってもらって。そうだね、そっちも乗ってみたいと思います。いや助手席に乗せてもらったけど、やばい、もう尋常じゃない。もうね、一般道ではもう体感できないこう G と加速と急減速と、すごい。
一般道で確かにそうですけど、うちで扱ってる車たちって、まあ、僕の車以上のポテンシャル持ってる車も多いじゃないですか。なんでやっぱこういうクローズドコースで、まあ、走る分にはポテンシャルを思う存分に楽しむこともできる。すごい楽しい車の一つのまた楽しみ方というわけで、こんな感じが東京亭池田くんの愛車紹介でございます。そして続いてはこっちに乗ってみたいと思います。うちのカメラマンも特殊経歴で、同期のメンバーが今 F1 とかで活躍しているという、彼もなかなか狂った運転するんで乗ってみたいと思います。先にあのサーキット走る車の内装じゃねえこの内装とレーシングスーツだよふざけてる。よし、じゃあ池田君もやっつけよう。いや、タイヤが、タイヤがちなみに今回スポコン6 2年落ち3年目、はい、ということで、もう本当に普段乗りからそのままサーキットにぶち込まれた車なんで、そんなに攻め攻めでは走れないんですけど、お届けしたいと思います。レッツゴー。あ、ポルシェ捕まるところもあんまりない、ちょっと怖い、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 あ、車の動き全然違うね。マジ？ああ、わわわ、全然違う。うわい。あ、これすごいぞ。あのですね、サーキット走るとこの RR の挙動すっごいわかるね。お尻が重たいのがね、助手席乗っててもわかる。この振り返した時に全然車の動きが違う、うん、FR と RR で。あとね、ブレーキが全然やっぱり違う。うわ、速い。いや、直線で130ぐらいですかね。あの街乗りする車、うわあ、やっ超いい音してる。私の知ってる彼らの動きじゃないです。フロント切れば切るだけ入ってきた。感じるね。
なんか車の本当にバランスの良さをすごく感じる。ちょっと反則だよ、ブレーキも入ってるし。いや、もっと反則が来た。これすごいね。とんでもないガヤルトが混じってました。スバルの BRZ のワンメイクレースの車両が、これもニュータイヤに今履き替えてこれから走るそうです。ちなみに今日公開らしいです、この車は。もう何が何だか分かりません。今回のイベントの主催でもありプロドライバーでもある鈴鹿さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうなんか珍しい車たくさん見せていただいて。そうですね、うちの走行会、オールドタイマーという、栃木の、クラシックカーの修理とかレストアとか、あとは一番得意なのが、こういうふうにモディファイしたり実際にレースに出るっていうのが得意としていることで、今回はその、カフェレーサーとか、ちょっとこう足回り変えたとかエンジンちょっとチューニングしたとか、そういう人たちがバインディングは物足んないんだけど、でもちょっとスポーツ走行だとね、今の 86BRZ とかそういうのにも全然太刀打ちもできないし、なんなら邪魔になっちゃうからって言って、なかなかみんな走行会とか行かないんで、じゃあうちが主催してやればいいじゃんっていう、はい、運動会です。そうです、はい、というわけでそんなイベントに参加させていただきました。そして、その中でも群を抜いて異彩を放っているこちらの車両、ちょっと軽く紹介していただいてもいいですか。はい、こちらはですね、ルノーのクリオ、それの V6 ってやつですね。スポール V6 かな。V6 のエンジンが積んであるわけですよね。そうです、そうです。国産でいうとスイフトみたいな。あ、そのぐらいの立ち位置なんですか。そうです、そうです。フロントエンジン FF4 人乗りのファミリーカー。へー。で、ルノーがスポールって名前がつくと、突然ね、様子がおかしくなって、これの場合は開発の人が、サンクターボみたいな。ものを作りたい。あ、じゃちょうどクリオがあるぞ。で、3リッターの V6 を後部座席外せば乗るじゃん。そういうノリで作った。タワーを外して。マジっすか。はい。はい、で、次にこれです。これちょっと今ね、ダンパー注文中なんで。ケーマンボクサーみたいじゃないですか。なんか。そうです。蓋が。もっと上がる。はい、おお。すげえ。すごい。横切りの V6 ね。ですね、車内の光景とは思えないんですよ。すげえ。はあ。これでも熱くない。これ意外と走っちゃえばそんなに、結構この2層の断熱材というか。なるほど、これとさっきの蓋がついてるから、はい、仕事するんで、普通に普段乗りしてる分には全然エアコンも効きますし。これ激レアっすよね。そうですね、これフェーズ2っていう、前期後期あるうちの後期型なんですけど、はい、大体生産が1200台とかぐらいだった。そんなもんなんですか。正直ちょっとね、板フラのそういうモータースポーツってあんまりこう知識がないんで、そんなすごい車だとは思わなかったですね。めちゃくちゃ前だった冗談みたいな。本来だったらエンジンが積まれてるエンジンルームが、デレッ、うわこれ本当になんかマジで DIY での姿みたいになってるじゃないですか。そうなんです。カバーも何もないんですか、最初から。ないですね、でかいアンパネが下通ってるぐらいで。じゃあ皆さん気になる方はお問い合わせください。鈴鹿選手にありがとうございました。はい、はい、さあというわけで今回社員の愛車紹介とスクーデリアオールドタイマーさんの走行会のイベントの様子をお伝えしました。ほぼ池田くんの休日に密着っていう感じになってた気もしないでもないんですけども、こんな感じでいろいろ車でワイワイやってますんで、ぜひぜひ興味のある方は池田くんにそんなネタで話しかけてみてください。そして池田くんの途中で言ってましたけども、ボンドグループでも、ちょっと何にも決まってないんですけども、なんかそういったちょっと車走るイベントとか、そういったものを開催してより車が好きになったりだとか、あとは自分の車の挙動の限界を知るっていうのは本当に勉強になる、今回僕も実感しましたん で、特にやっぱり今回ザ FR の M3 とザ RR のポルシェで2台乗り比べて、本当にこんなに挙動が違うんだなっていうのは本当に勉強になりました。というわけでその辺を今後の車両紹介でも
フィードバックできるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回の動画面白いと思った方はぜひ高評価と各種 SNS のフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。